Reins! と、安心しろ。こいつは政府の軍人だけど、俺たちの味方だ。なんでここにいる？貴様、何者だ？君らを導く、それが使命だった。ルシだったのか。君らに出会うずっと前からね。ファルスのルシに手を貸せと政府のファルシに命令された。この意味がわかるか。ファルシは常に君らを見守り、密かに手を貸していたんだ。君らを何度も救った奇跡も、その正体はファルシの援助。なぜならば、ダイスリー、いや、バルト・アンデルスは君らがコクーンを破壊することを望んでいる。チッ、まんまと引っかかったってわけか。コクーンのファルシが、なんでまた。神を呼び戻すためだ。神って？人間やファルシを作ったとされる、かの神だよ。遥か昔、神はファルシと人間を残し、この世界から立ち去ったという。人間とファルシはいわば神に捨てられたみなしごの兄弟だ。見捨てられた人間はやがて神の定めた秩序すら忘れ、仲間同士で殺し合える稀有な存在となった。このすさんだ世界を再建するために、今一度神を迎える。それがファルシの真の目的だ。神を呼び戻すために、神にふさわしい教義がいる。それでコクーンの破壊を。コクーン数千万人を皆殺しにして命を捧げる。叫んな。どうして僕たちに頼る？ファルシならその気になればコクーンを壊せそうなのに。コクーンを創造し維持するために存在するファルシだから。コクーンを傷つけることはその使命に反する。つまりコクーンのファルシはコクーンを破壊できない。それで僕たちを。私たちにしかコクーンを壊せないなら壊さなきゃいい。君らならそう言うと思っていた。騙してたのかよ。コクーンを人間の手で再建するって夢はどうした？全部嘘だったのかよ。夢の残骸さ。私が人間だった頃の。人による政府を願い、政府内で夢を叶える力を手にしたところで留守にされた。力を与えられるだけ与えられ、道具にされた哀れな傀儡だよ。消えたのはファルシではなく私だった。ずっとファルシの命令に。ルシなど使命という名の糸に裁かれる操り人形に過ぎない。もう二度と夢を見ることなどないと思っていたのだがね。どういう意味だ？私がここに来たのは命令を受けてではない。君らを見て思い出したんだ。懸命に掴もうとしていた未来を。私も使命に挑んでみよう。ここで君らを倒せばファルシの計画を止められる。レインズ！残された全ての力を持って君らを撃つ。
人として戦うんだ。レインズ、皮肉なものだ。私が求めたのは一瞬の輝きだったのにな。結果はどうあってもいい。君らはせめて貫いてくれ。信じていた道を。使命を果たしたのか。そうじゃねえ。レインズはレインズなりに本気で国運を救おうとしたんだ。だったらおい、スノー。レインズはきっと私たちに伝えたかったんだ。ルシとして与えられた使命に縛られる悔しさ、人として残された最後の意志を
戦いだけがルシの定めか。なんてこったい。
変える。
変える。なりふり構うな。あっ！